皆さんこんにちは。人を殺したいと思ったことありますか？普通はないですよね。ただ、ちょっとした好奇心で人が死ぬところを見てみたい、という人はいるかもしれません。そんな人には、スナックフィルムがおすすめです。かつて存在したと言われる犯罪グループをご存知でしょうか？インターネットが一般に普及する前の時代、裏サイトの運営を行っていたそうです。その名も AK、裏サイトで自身が作成したスナックフィルムを販売していたそうです。スナックフィルムとは、簡単に言うと殺人ビデオです。人が殺される様子を撮影したものを販売していたのです。他にも、絶対に表に出ないような内容のビデオが多数販売されており、知る人ぞ知る裏サイトでした。しかし、彼らはすでに逮捕されているようですが、殺人ビデオのことなど報道できるわずもなく別の名目で逮捕されたそうです。今でも、販売されていたビデオが閲覧できる場所があるらしいですが、詳細は不明です。現在、彼らの存在を確認できる痕跡は裏サイトの URL のみです。当然、すでに削除されているようです。今回は、AK が本当に存在したのか、噂を追っていきます。さて、AK は検索してはいけない言葉ウィキにも書いてあるほど有名な都市伝説ですが、どうやら発祥は日本のようです。AK について調べてみても、海外の情報サイトは全くと言っていいほど出てきません。その割に、日本では情報が豊富です。特に、掲示板で噂されていたようで、詳しく調べてみると2007年あたりから2チャンネルで流行っていたようです。その中でも最古と思われる書き込みがこちら。どうやら、当時のアングラサイトを知る人の中では有名だったようです。これに対して、知っている人が現れます。その人物のレスがこちらです。かなり詳しく書かれており、前半にお話しした噂と一致していますね。しかし、この人物はその後に釣り宣言をしています。そのレスがこちら。AK 以外は本当だよって、全部嘘やんけ。ちなみにこのスレを立てたスレ主も、このようなレスをして去っていきます。数時間後にクソスレを立ててますけどね。この都市伝説に関してはただの釣りだったわけですが、この時代、皆さんもご存知の通り ISIS がアップした動画など、簡単にスナックフィルムが見れてしまいます。特に、ダークウェブと呼ばれる場所では違法な動画がかなり出回っていると聞きます。いくつか逮捕された事例もありますね。犯罪者集団が、ネットで殺人ビデオを売っているというのはあながち嘘ではないかもしれません。いかがでしたでしょうか？皆さんも、ビデオの出演者にならないようにお気をつけて、